こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は外は雨が降っていますので、久しぶりにぼかしを作りたいと思います。ぼかしの作り方はいろいろ方法がありますが、私が以前作ったように発酵資材を使うのではなくて、スーパーですぐ私たちが口にするような資材を使ってぼかしを作っていこうかなと思っています。ぼかしは畑に土作りの時に入れたり、元肥に入れたりしますけど、追肥にも使ったりしますけど、化成肥料のように急激にお野菜に効くというものではなくて、だんだんと月日が経っていくごとにゆっくり効いてくるという肥料分が入っていると思います。いろんな微生物によって根の働きが良くなったりして、お野菜も美味しくなるということを私はやっています。夏野菜についてはお茄子とかきゅうりとか、まあ、トマトはスイカもそれだけで美味しくなるということにはならないので、それにプラスアルファのものがいるということにはなりますけど、それでもぼかしを使ったお野菜、トマト、スイカも美味しくなります。昨年のメロンもとても美味しかったです。今回も久しぶりにいろんなヨーグルトとか豆乳とか納豆とか酒粕、お味噌、おからなどを使ってぼかしを作っていこうと思います。ぼかしで作った野菜は野菜本来の美味しさというか、そういうの出て、どう言いたいかな、この野菜こんな味やったかやっていう風な味になるよね、うん、だから子供が食べれん野菜があっても、ぼかしで作った野菜食べたら、あ、これ美味しいっていう風な野菜にできたりいうことが多いよね。そういう感じで美味しい野菜を作ろうと思って、このぼかしを始めていこうと思います。最近は EM 活性液でぼかしを作っていました。手軽で作れるので、でもまた元へ戻って、今日はこのような資材で作っていこうと思います。今日は米ぬか30キロで作りますので、量がちょっと多いですので、入れるものもかなり量は多くはなってきます。材料がどれぐらい入れないかんっていうことはないです。少ないのは発酵が遅くなるっていうことで、多いのには問題はないと思います。納豆ですが、納豆の会社が使う納豆菌がそれぞれ違いますので、どこの会社がどんな納豆菌を使ってるかっていうことが私には分かりませんですので、違う会社の納豆を3種類集めて、それぞれ1パックずつ使っていこうと思います。ここはどこかな、分からんけど、北海道の納豆、ここからいきます。その前に水分がないと納豆粉々になりませんので、豆乳を入れます。豆乳を入れて、納豆が細く砕けやすいように水分を入れます。ヨーグルトも入れます。これは飲むヨーグルトですけど、クリーム状になったヨーグルトでもいいです。この中に納豆を入れます。もう全部入れます。これを砕こうか。粉々になったと思いますので、これに酒粕を、それは前から使うやつ、残っちゃうやつ、うん、そう、冷蔵庫残しとった分、食べる分じゃないき、賞味期限は関係ないね。腐ってなかったら困るの。そう、まあ、混ぜ合わせるときにミキサーで細かくしちょった方が、米ぬかと混ぜるときにちょっと、あとお味噌、お味噌も酒粕が入ってるんで、そんなに入れなくてもいいと思う。麹菌がね、うん、これでとりあえず細かく、これにちょっとお湯を入れます。35度ぐらいのお湯、うん、お湯を入れて、ちょっとあんまり粘りがある。お砂糖、お砂糖は溶けにくいので、これで混ぜちゃった方がいいかなと。お湯へそのまま入れてもいいんですが、まあ、混ぜちゃったら溶けやすいかなと思う。お砂糖は菌の餌になるわよ。餌。菌が増殖するときに使うということよね。そうそうそう、うん、あとこういうのはもうここに入れた時に後で入れます、うん、お塩も入れておこうか。お塩は今日はね、昆布を入れるのであんまり入れなくてもいいかもしれない、うん、ミネラル分があるので。お味噌も入れたし、
もう一回バケツに、バケツにこのミキサーにかけた納豆やらいろんなものをここに移します。もう一種類の納豆、この納豆を入れます。ここに豆乳、ヨーグルト残りをもう全部使います。これドライイースト、これ少しだけ残ってるのでこれ全部使ってみたいと思います。ドライイーストは必ずあった方がいいよね。うん、発酵する気、ほらその発酵が早いやん。早い、綺麗。これがスターターになるというか、うん、スッと膨らんでくるもんね、これ入れたら。そうそう、これをお水を入れて、混ぜました。おからも入れます。おからはすごく肥料になりやすいですので、これタンパク質がいっぱい入ってるんで、大豆のかす焼きだからおからは多いほどいいと思います。もうここで一緒に混ぜます。今回は2つ、うん、今回は2つしか買い置きがなかったですので2つしか入れませんけど、またスーパー行った時にあれば買ってきて足します。発酵の途中で終わり。あとはもみがら、もみがらを、このコンブラはまだ後一緒に混ぜる。これあ、このもみがらをなぜ入れるかっていうと、米ぬかだけだと混ぜにくいです。このもみがらを入れて、米ぬかともみがらで混ぜやすくするために入れます。もうちょっと入れようかな。米ぬかを上に入れて。それは生の米ぬかよね。そう、精米所でもらってきた米ぬかです。約15キロ、これが。これを先ほど作ったいろんな菌をこの上に入れて混ぜ合わせますが、ここに米ぬかを、水分が多くなった時のために調整するための米ぬかも余分にここに置いてます。水分が多い時は米ぬかを足して水分の調整をします。よっくらせと。液をここに入れながら混ぜ込んでいきます。Thank you.
今までだったらこんなにダマになったのと全然水分のないところとこうやって手でほぐしながらなるだけ満遍に水分が行き渡るようにしていましたけど、もうビニールで囲っておいて蒸し込むことによって水分が行き渡りやすいですので、それで1日置いて明日またスコップで混ぜるというやり方をして置いておいても大丈夫だと思います。まあ、早く発酵させようと思えばこうやって行き渡らせるっていうのが一番早いですけど、結構これやると時間かかりますので、ビニールを上にかぶせてその方法でもいいかなと思います。2日目からはそうやってやったらいいと思う。2日目というか本当は最初の日もやった方がいいけど、やらんでも大丈夫、まあ、やらんでもビニールで蒸し込みをすれば全体に行き渡りやすい、はい、今日はもうとりあえずこれで一度置きます。これしよったら2時間かかるけどね、いいかなと、はい、今回はこのバナナの皮を干していましたので、それをなんていう機械、あれ粉々にするの、ミキサーのあれ粉々にするのがついてるがよ、ミルっていうかね、うん、それで粉々にしました。それとこれが昆布、昆布も粉々にする機械へかけて、これもミネラル補給で入れていこうと思います。これがコーヒーの豆かす、これをいただきましたのでこれも一緒に発酵させようと思います。これを混ぜていきます。今回は嫌気性発酵でなくて好気性発酵でやっていこうと思いますので、毎日必ず混ぜるということをやっていきます。今回は混ぜませんが、また火を変えて、ここにもう発酵済みのぼかしがありますが、バーク堆肥とか入れたのが、これをもうちょっと水分が行き渡ってから混ぜていこうと思ってます。どうして？発酵が早い、発酵済み焼き、発酵済みのが入れた発酵が早い、そう、発酵地中ぼかしを入れると発酵が早くなる。これを足していこうと、今日は入れんけど、これでビニールをかぶせていきます。山崩して真ん中に谷を作って、この水分の多いものを入れていきます。中心に、これでビニールを着せます。古いビニールを使います。もうこれ何度も何度も腐葉土に発酵させたりぼかしに発酵させたりして使っていますが、これを着せます。はい、これで丸1日も置かないうちに混ぜ合わせます。空気を入れながら水分の多いとこと水分のないところを手でほぐしながらやっていきたいと思います。今日はこれまで。春夏用のお野菜に使うぼかしができると思いますので、きれいに発酵させていこうかなと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。その後ろいっぱいやね。だからここやのともこっちでもよかった、ね、そこでしまいちやいうに。どうする、発酵資材を使うのではなくて私たちが口にするような資材を使ってぼかしを作っていこうかなと思っています。材料がどれぐらい入れないかんっていうことはないです。少ないのは発酵が遅くなるっていうことで多いのには問題はないと思います。違う会社の納豆を3種類集めてそれぞれ1パックずつ使っていこうと思います。これは飲むヨーグルトですけど、クリーム状になったヨーグルトでもいいです。今日はこれまで。